悪い言い方しますけども、あまり絵ができてない時に、うん、もしかしたらここでこいつ動いてるかもしれないとか、そういうのを台本の情報から読み取って何か入れるっていうのはあると思います。まあそうですね、なんかあの私杉田と最初に仕事したのにいつだっけかね、いつぐらいですかね、かすごいで前やったことあると思うんだけど、でもなんかすごくはっきり認識したのが三剣、あ、そうですね、はっきり認識っていうか、はっきりあの要はがっつり仕事をしたっていうか、芝居を噛んだのがなんか三剣だと思うんですけど、あの時もなんかすごい偉い中二病なキャラクターをあれも妄想を力にするキャラクターですよね。そうですね、なんかおっぱいじゃ大好きであったあった、ありましたね。なんかその時に死ぬほどアドリブ飛ばしてたじゃないですか。ありましたね、ドラマ CD、なんかいろいろやったような気がするけど、うん、頭が意味わかんないです、とりあえずなんかそうめちゃくちゃ飛ばしたと思うんですけどね、すいません。あ、でも基本的にそういうキャラクター好きなん。そうですね、なんかなんか急に思いつくんですよね、演じてて。ああそうだよね、ちょっとでも昔さ、まだ君が若かった頃っていうか、別に今でも若いけどさ、あの昔なんかその学生だった頃とかにさ、女子の声優とかと話してると、そのなんか新人で杉田くんっていう子がいるんだけれども、イベントを一緒にやるたびに、おかしなことをイベントでやりだして、っていう男の子がいるんですよって話で、すごいそういう話ばっかりいっぱい聞いたんです、最初。イベントで変なことをしたりとかするのが好きな。どうなんですかね、なんか人の動いてる、そのキャラクターを演じてるのに、役者が出てるわけじゃないですか、壇上に。演じてて、演じてる姿正面から見ることってあんまないじゃないですか。ないないない。だそれで面白くなってきちゃって、それで言われたことでこう、なんか切り返したら、結果、気候と取られてしまうかもしれません。気候。あと、キャラはキャラ、僕は僕なんで、そのギャップでなんかこう、面白いことになってしまったのかもしれない。そうなんだね、はい、じゃあ一応そういうことにしておくね、はい、決めてください。じゃあ一番をこれをですね、早見さんで聞いたらですね、そうそうそう、おーじゃねえねあもうだってみんなドキドキするさねえ、今好きな人っているのってこんな風に早見翔さんに言われたらドキドキするじゃないですか。あ、そっちか、そっちか。なので一番これいきましょうか。あなたの日常に杉田くんがやってくるならどの関係性がいい。一番、爽やかで優しい部活の先輩。大丈夫、お前が一生懸命練習してたのは俺がよく知ってるから、ゴールで待ってるから一番で走っておいで、行きます。お前が行ってどうすんだよ先輩、先輩が走ってどうすんだ先輩が。おい、どんな先輩でもいじんねやな。2番、アメとムチを使うべく家庭教師。今度のテストで90点以上取れたらご褒美に花火大会に連れて行ってあげますよ。ただしそれ以下だった場合は分かってますね。じゃあアクシズと一緒にお前が花火になってもらうってことか。やだよそんなの、やだ、やめろ、ジェガンじゃ持たないダメだよ。それの宣伝できたんでしたっけ。さあ、まあ、甘えん坊な幼馴染。いやだ、置いてかないで。すぐ準備するから一緒に学校行こうよ。待てあ、すごい。これはやたらあの忍ぶについていこうとする音速までですね。俺は今でもブルーレイボックスが出るの待ってるんだよ、待ってるんだよ。4番、ある日未来からやってきたシズロボット。俺家事やる、お前喜ぶ、俺嬉しい、なんてこと言うと思ったかい。うふふふふ。おい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 、穏やかじゃねえな。お前が穏やかさせてる。伸びよだよ伸びよ。さあ1番2番3番4番どうぞ。ちょっと皆さん質問分かってました。私も分かんないです。あなたの日常に杉田くんがやってくるなら言うてんのに、あの杉田くんじゃない割とな先輩がいっぱい出てきたし、もう4番目とかもういじれへんし。マリアも頑張るぞみたいな、今のひょっとしてモノマネですか。そうそう、だから俺じゃ表現できないんですよ。一人ペルソナ劇場。コンコン、おいでよ。ほら早く来いよ、ほら早くしろって。ちょっと待ってくださいよ。話してくださいよ。あの僕が何をしたって言うんですか。ああ、うまいか。名前言わないな、覚えてないですよね。
ゲルズの使いなんだろう。疲れてる、やばい。なんでわかるんですか。ああ、うちにも一人いるよ。それもバレてる。嘘でしょ。お前がさ、そのペルソナの、なんだっけ、ガブじゃなく、あれもしかしてガルですか。あ、それだ。それ使ってお前いろんな悪さしてるじゃねえか、お前。そんなことしてるんですか、ビツ。おい、なんとか言ったらどうなんだよ。そんなこと言ったって濡れ衣ですよ。僕がなんで、風の力を使ってどんな悪さをしたって言うんですか。決まってんだろ、お前。お前さ、ガルダインみたいなバーってやって、女子生徒の服を吹っ飛ばしてんだろ。なんでそんなことしたんだ。だから僕じゃないですって。あの風以外にもですね、女子生徒の服を吹っ飛ばすやり方いくらでもあるんですよ。なんで僕を疑うんですか。それはお前がスケベだから。こいつスケベなんですか。ああ、そんな顔してるわ、本当に。あの足立さん、あなただけものすごくモノマネのクオリティが低いんで、あまり喋らないでもらえますか。ガルダインもちろん打ちますけど、光の白人です。おい、帰れ。あとお前、あの名前なんだっけ。てって、はい、正解は堂島さんと足立に取り調べを受けている花村陽介。ああ、なんとなくそうだと思ったわ。よくもまあこんな難しいお題でやりきりましたね。本当に足立の真似なんかしたことねえ。いや、内山さんこんなにちゃんと喋って、うん、なんか笑う人だって俺イメージなかったから、はい、ずっと疑ってて。どんなですか、そうだ、どんなイメージ。県のアフレコ現場だと、はい、隅の方に座っててずっとこういう厳しい顔してるんですよ。あれ多分現場に緊張してたのかなって。うん、緊張の方だった。緊張の方、うん、緊張の方でそんな顔に。そうそう、で仲が良いらしい某山本って人に、うん、はいはい、牛山屋さん、何人間嫌いなのって言ったら、そんなことはありませんよって。でもラズフィスも、なんだかんだアフレコ現場では、割とおとなしかったですね。うん、そうそうそう。だから初めてその後、なんかイベントで別で共演した時に、全然違うキャラで、イベント中に脱ぎ出したりするんですよね。うん、どうしたのってみんなで止めにかかるような、すごい破天荒なキャラクターだったので、すごいびっくりしましたよ。うん、ゴリラゴリラって言ってもいい。そうそうそう。すごいな。スランブルじゃないんだから、彼女の昔のアニメだ。ごめんなさい。全部もうあの主題歌しか出てこないよ。ナオさん出てくるとゴリラ。いいじゃないですかね、テーマソングにしちゃって。曲すごいかっこいいかな。うん、いいと思います。ナゾフィスの主題歌が決まりましたよ。でもそんな山本さんが言う、うん、内田さんってこういう人っていうのは、もう、うんうん、手放しに褒めてて。あ、嬉しい。普段はクールな印象があるかもしれません。うんうん、でも笑うととっても可愛い。うん、私は女の子ですけど、うん、本当にその笑顔が大好きです。うん、つまり、マーヤは可愛くて最強なのです。うん、マーヤ最強です。おっぽど好きなんだなと思って。だね。うん、よかったよかった。ねえ、私のことは好きなんでしょ？このさ、この保証人の欄に名前書いてハンコをしてくれる？何でも可愛いからいいよね。かわういうい。かわういうい。何ですかこの。内容によるな。これはサインします。いや、どういうものかっていうのをちゃんと詳しく聞いた上で、うん、他にいいやり方があるぜっていうのを相談するかな。優しいですね。うん、真面目。だからすぐに要望をこう受け入れると、相手は思い上がるから。うん、あ、いや、うまいことバランスを取ってくれ。まあでもですよ、今の言い方からすると完全に最初から騙しにかかってきてるので、そうだね。真面目に説明しても多分意味はないと思います。いや、まあ、かの、まあ、僕の好きな格闘家が言ってきたけどね、うん、一番の奥義は自分を殺しに来た人間と友達になることだってことなのね。おー、かっこいい。これくらいハードルが高ければ逆に俺は何とかしてその洗脳を解いてみよう。可愛いものは可愛いんだ。はい、次だ。すごい。はい、俺は揺るがんぞ。かいさんからいただきました。あ、さあ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 。かわいい。かわいい。かわいい。いやいやいや、かわいい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 。これ主に言い終わった後の、あれ、大丈夫かなっていう、あやみさんがかわいいかった。そう。反応に困ってるところ。恥ずかしいだけですよ、これ。芝居がすごい達者なイメージがあるから、初めてうろたえるはやみさんみたいな。いやー、これ大変ですね。我々、恥ずかしがる女の子大好きだから。やめろよ、そういう言い方。よせよ。かわいいの札あげざるを得ないですね。これダメだな。とっておきの行きましょう。あー、せっせっせっ。あ、もうあ、これですよ。あー、せっせっせっ。
ベルゼバブの現場で、ゆきさんがいて、サウソルさんと話してたのよ。はいはい、で、あ、おはようございますって言ったら、ゆきさんがいきなり俺に向かって、あ、ご主人様、今年もよろしくお願いしますわんって言い始めて、何それって。で、サウソルさんの目がすごい怖くなって、スイタさん、これ何ですかって言って、俺だって知らねえよスイタさんがそう言えって言ったわんって言って、で、サウソルさんの目がさらに邪悪になって、絶好ですって言って。え、スイタさん、え、二重の意味でなんか羨ましいんですけど、どういうことですか？意味わかんないだろう。ゆきさん、なんか、急にそんなひどいギャグを言い始めてね。いやいや、俺、スイさんのこと見損ないましたよ。そんなわけねえだろ。え？何？え？ゴーホールにご主人様って言われて、え？うん、違うよ。多分あれ、岡本くんの名前ネタで、はい、盛り上がった時があって、はい、お兄ちゃんと呼んでいいんだよって。じゃあ俺はご主人様とかかなって言ったら、多分ボコられますよ、みたいな。しこりもふざけんなよ。お兄ちゃんっていうボケを言ったら、それを覚えてたみたいで、よりによって沢城さんにチクりやがったって。でも沢城さん可愛いんだよ。次の週会った時に、あ、杉田さんおはようございます。ああ、そうだ。今、杉田さんとは絶好中だった。ああ、引っ張ってるんだ。そうそうそう。今、引っ張られてる状況だから、今、絶好中ですごい凹んでんだね、これ、ね。俺だってお兄ちゃんって呼ばれてるよ。いや、でも、沢城さんのね、絶好ですって言い方がすげえかっこよかった。しょー、杉田さん、なんでどんなに美味しい思いしてるなんで羨ましいんだよ。羨ましいって話。最初の日はマジで凹んだんだからね。冗談でも、子供にそういう嘘言っちゃいけないな、みたいな。ああ。何でいじられるか分かったもんじゃない。そうですよ、本当に。逆襲ですからね、それは。うん、ひどいもんだよ。ゴミのワンは何なんですか？分かんない。ご主人様って。意外とあざといな。なわけねえだろうよ。なるほど、なるほど。現場でもそんな感じだったよ。まあ、根底にある優しさの話は存分に聞きましたけども、あ、ほんと。あのエピソード。あれだろ？よく磯っちが言うぐらしてるやつだろ？うん、受け止めるっていうか、物理的に受け止めたっていう、あ、何の時だっけ？いや、アフレコ。収録が長引いたかなんかで、朦朧としてて、はい。スタジオの酸素が薄くなって、うん。うん、で、熱くなってきたのね、むわーって。スイさんが減ってたんですよ。ちょっと意識が遠のいてきて、うん、よだれがツーって垂れたのよ。そしたら、三宅さん隣の、ほら、右隣に座ってたから、うん、パッて左手で受け止めるっていうね。うん、いや、いいおべべを着てらっしゃったんですよ。おべべ、いいおべべをね。だから、きっと撮影かなって思って、うん、これ汚れたら、うん、だって白いの飲んでたじゃないですか。白いの飲んでた。なんか白いの。LG21 か。ああ、うん、乳酸的な。そう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 。白いの飲んで会えてたんですけど。だから、あ、これは染みるなって思って。うん、それでわざわざ手で受け止めた。ハンカチで。とっさだったから。なかなかね、こう、手で受け止めてくれる人なんていませんよ。ないない。天使かと。まあ、うん、犬バカって昔あったけど。犬バカ、うん、うん。そのヒロインの子が、うん、犬がうんこしちゃうと、うん、手で、あ、うんちって言って両手で受け止める話になった、ね。ちょっとそれから犬が好きって言うんだけどね。女神すぎんよ、うん。それに近しい何かを感じたよ。つまり俺は犬なんだよ。行くのがちょっと、なんか、気悪くされないかなって。大丈夫です。めっちゃ謝ったよ、あの時。ほんと申し訳ないって。なんか手、洗います。ごめんなさい。君の親に謝ればいいのかな。いや、みんなやばかったよ、その人は。すごい極まってて。なんか、プロモデラーのみやなんか変な息、うん、って言ってたから。それ完全にエスタジオ空気やばくないですか？やばかったね、うん。結構狭いところで、大人数、ね。酸欠状態そうだ、大変なんだって。それはスイルさんもよだれ垂らすわ。いやいや、でもそんな人生で一回きりだよ、そんなの。受け止めてもらえるのも一回きりだと思いますよ。本当だね。なかなかないっすよ、そ昔ね、うん、映画で、映画のポスターの話だよ。うん。あね、シリアナ、みんな繋がってるっていうポスターがあったの。え、なんか私それ見たことあるかも。え、それなんか見たことある。うん、ね、え、みたいな。え、ってなるやつだよね。なんか、ポスター上に載ってる人がみんなおじさんで、うん、どういうことってなるよね。ちなみにね。それを私が知ったきっかけなんだけど、唐突に全くいつも杉田さんと LINE しないのに突然その画像だけ送られてきたの。ひどい、ひどい。どこで見たのか知らんけど、そのポスターを。うん、送らなきゃって言ってね。送らなきゃって。恋には送らなきゃって。思ってくれたんでしょ、ね。しかもね、それを送って、なんか、